デンバーナゲッツ、デンバーナゲッツ、デンバーナゲッツは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー市に本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、ウェスタンカンファレンス、ノースウェストディビジョン所属。チーム名のナゲットとは塊を表す。近海を指し、ゴールドラッシュの舞台となった西部のイメージを表している。標高が約1マイル。 約1609.344メートルでマイルハイシティとも呼ばれるデンバーに本拠を置く、ナゲッツは NBA のチーム中最も高地にあるチームとして知られる。1949年に NBA のチームとしてデンバーを本拠に活動したデンバーナゲッツという同盟のチームがあったが、このナゲッツは1シーズンで解散しており、今のナゲッツと直接の関係はない。 現在のデンバーナンゲッツは NBA に対抗する形で存在したもう一つのリーグ ABA に所属したデンバーロケッツとして始まった ABA のデンバーロケッツは中堅どころのチームとして最初の数シーズンを過ごした当時は NBA にヒューストンロケッツというチームがありリーグの経営状態悪化からチームの NBA 入りが実味を帯び始めるとデンバーロケッツの経営陣は 新たな名称の検討に入った。採用された、ナゲッツはかつてデンバーに存在したチーム名と同じ、ものであり、19世紀の金銀採掘ブームの折に、金や銀の塊を刺したナゲットから取られた。1974年に名を改めた、デンバーナゲッツは、ラリー・ブラウンに率いられた、ABA 末期には、デビッド・トンプソン、ダン・イッセルを中心としたチームは65勝19敗。 60勝24敗の成績を残す競合になっており、ABA 最後のシーズンにはリーグを制した。1976年に NBA に加入した後も数年間は、リビジョン主位に位置する有力チームだった。1980年代初期のナゲッツはリーグで最も得点力のあるチームだった。アレックス・イングリッシュ、キキバンダウェイ。 ラファイエット・リーバーは平均得点がそれぞれリーグ上位に入ることあったものの中堅レベルのチームでプレーオフでは長く勝ち残れなかった。1990年代初頭には20勝62敗にまで落ち込む低迷期に入った。この頃にはマクムード・アブドゥルラウーフやディケンベム・トンボが中心選手だった。1994年のナゲッツはシーズンを42勝40敗で終え。 プレーオフでは63勝19敗で、ウェスタンカンファレンス第1シードだった。シアトルスーパーソニックスを1回戦で破る、オーバン・クルワセを演じた。第8シードが第1シードを破ったのは初。その後もロックアウトで短縮されたシーズンの1999年、ニックスがヒートを2007年に、ボリアーズがマーベリックスを2011年に、クリズリーズがスパーズ。 ロックアウトで短縮された2012年に、シクサーズがブルズを破ったのを含めて5度しかない。しかし90年代末期には、11勝71敗と、リーグ史上最低に近い勝率に終わるなど、再び低迷期に入った。21世紀に入り、アントニオマクダイス、ニック・バンエクセルを中心に一時勝率5割近くまで、戻したものの、バンエクセルは2000から01シーズン途中で、 マクダイスは2001年6月にマーカス・ギャンビーらと交換で移籍した。2001年8月にバンダウェイがジェネラルマネージャーに就任したが、2001から02シーズンは17勝65敗まで落ち込んだ。2003から04シーズンはドラフトでカーメロ・アンソニーを獲得し、久々のプレイオフ進出となった。続く2004から05シーズン。 17勝25敗と負けコストシーズン半ばでジョージ・カール監督を迎え、その後は32勝8敗と急回復してナゲッツは再び5割以上の勝ち星を上げるチームになっていった。2005から06シーズンは地区優勝を決めて第3シードとなったが、プレーオフ1回戦の相手、第6シードのロサンゼルス・クリッパーズより勝率が悪かったため、 ホームコートアドバンテージを得ることができず、1から4で敗退、バンダウェイはチームを去った。2006から07シーズン12月、ニューヨークニックス戦で、JR スミスにフレグラントファールをしたジェイソン・コリンズをアンソニーが殴ったため、15試合の出場停止処分が下った。チームはその危機を救うべく、フィラデルフィアセブンキシクサーズからリーグ屈指のガード、アレン・アイ・バーソンを、 アンドレ・ミラーラとのトレードで獲得。アンソニー復帰後の4月には10勝1敗を記録し、アンソニーとアイバーソンはリーグで最も得点を挙げるディオとなった。2007から08シーズンには1980年代以来となる50勝32敗の好成績を収めたが、このシーズンのウェスタンカンファレンスのプレーオフ、進出争いは異常に加熱し、ナゲッツは50勝を挙げながらも、 第8シードとなり、シーズン勝率主位のロサンゼルスレーカーズの前に、スイープ負けを喫した。ちなみに、ナゲッツは、この時期、ディフェンスが弱いたメディのないデンバーを、エンバー、エンベアと言われてしまっている。2008から09シーズン11月、開幕直後アレナイバーソンを、トレードで、デトロイトピストンズに放出。代わりに2004年の NBA ファイナル MVP を、 受賞したチャウンシー・ビラップスを獲得。ビラップス加入後チームは結束し、怪我や病に苦しんだね、ねの躍進、ベンチ陣の奮闘もあり54勝28敗、第2シードでシーズンを終えた。開幕前にマーカス・キャンビーをサラリー軽減だけのために放出したこともあり誰もが予想だにしなかった結果だった。プレイオフでは24年ぶりにカンファレンスファイナルに進出した。 ちなみにこの思わぬ展開に会場の問題が発生。第4戦が行われる5月25日のペプシセンターはすでにアメリカのプロレス団体 WE が前年の8月に仮予約し4月の段階で正式に抑えていた。最終的に試合の5日前オーナーのクランケが強権発動によりナゲッツの試合が行われることになったが WWE 会長のビンスマクマホンはクランケは オーナーのくせに自分のチームの進出を信じていなかったと批判。結局、WWE は当日は、ナゲッツの対戦相手であった、ロサンゼルスレーカーズのコロ地、ステープルズセンターで公演を行い、TV 収録大会であったためナゲッツを皮肉する、ストーリーラインを展開。なお、ステープルズセンターの利用料は、ナゲッツ側が負担した。2009から10シーズン終盤に、 ジョージ・カールが、ガン治療のためチームを離れた。五十三勝の好成績で、プレーオフに進んだが、ファーストラウンド敗退に終わった。2010から十一シーズン、カールはチームに復帰し、二千十年十二月十日に、史上七人目のヘッドコーチ通算戦勝を達成した。二千十一年二月二十二日、長年、スター選手として、ナゲッツを支えてきた、カーメロン・ソニーが、 チャウンシー・ビラップス、シェルデン、ウィリアムス、アンソニー・カーター、レナルド・バークマンと共に、大型トレードにより、ニューヨーク・ニックスへ移籍し、成長著しいビッグマン、ダニーロ・ガリナリを獲得した。50勝の好成績で、レギュラーシーズンを終え、50勝以上を4年連続したが、プレーオフでの結果が出せず、ファーストラウンド敗退となった。2011から12シーズンは、 ロックアウトで短縮シーズンとなったが、ガリナリが故障で出場試合が43試合に止まったが、ルーキーケネス・フェリード3年目対ローソンの予想を上回る活躍で10勝を勝ち越し、プレーオフ進出を9年続けた。しかし、ファーストラウンドの壁も続いた。2012から13シーズンはディフェンスに優れ、 勝負強さも合わせ持つアンドレイ・グダーラの補強が功を、そうし、球団記録の57勝を記録したが、終盤で、校長、ダニーロ・ガリナリが、全十字陣対断列の悲運見舞われ、勢いを増しつつある、ゴールデンステート・ウォーリアーズにアップセットされ、またしてもファーストラウンドの壁に跳ね返される結果に、終わり、ジョージ・カールは NBA 最優秀コーチ賞を受賞しがら解任された。 2013から14シーズンは、新ヘッドコーチにブライアンショーを迎え、ネート・ロビンソンらの補強を行ったが、ガリガリが長引く故障で全休し、ついに10年続いてきた、プレーオフ進出が途絶える果てに終わった。2014から15シーズンも、怪我人が続出するなど戦力が整わず、苦戦を強いられ、カールを引き継いだ、ブライアン賞ヘッドコーチが、2015年3月2日、 一シーズン半で解任された。結局悪い流れは変わらず、30勝52敗で終了し、2年連続でプレーオフ進出を逃した。シーズン終了後も、新ヘッドコーチ探しが難航していたが、6月15日にマイケル・マローン新ヘッドコーチの就任が発表された。2015から16シーズンも、開幕から連敗が続き、早々にプレーオフ争いから脱落。 中盤戦から持ち直したものの、結局は33勝を49敗で終了し、3年連続でプレーオフ不出場に終わったが、全評判の高かったルーキーのエマニュエルムディエイトニコラ、ヨキッチが先発に定着するなど、次期シーズンに期待を持たせる形となった。2016から17シーズンは、ヨキッチがエース級の選手に成長し、トリプルダブルを量産。 ルーキーのジャマールマレーも検討するなど、5割前後の粘り強い戦いを繰り広げていた。その一方で、ムディエイは2年目のジンクスに直面。さらに、ヨキッチとの争いに敗れた形のユスフのルキッチを、トレード期限日にプレイオフ争いを繰り広げていた、ポートランドトレールブレイザーズに放出。これが裏目に出る。3月のブレイザーズとの直接対決でのルキッチに、 自己最高の活躍を許したナゲッツは、以降ブレイザーズを順位で上回ることができず、4年連続のプレーオフ出場が決定した。2017から18シーズンは、シーズン途中に、ジャマール・マリーとのポジション争いに敗れた2015年、一巡目指名のエマニュエル・ムディエをトレードで放出、マリーやゲイリー・ハリスが順調に力をつけ、ニコラ・ヨキッチがチーム記録となる重度のトリプルダブルを、 記録するなどの活躍を見せるも、レギュラーシーズン最終戦のミネソタティンバウルブズとのプレーオフ進出最後の座をかけた直接対決に敗れ、5シーズンぶりのプレーオフ進出には届かなかった。ABA2 参照三三百三十一五百五十五プレーオフ二十七三十七四百二十二 n b a 2参照範に零六二二零七八 プレイオフ8836、太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、ベンバーナゲッツのチーム記録、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。